はい、ただいま YouTuber の飲み会が終わったとこです。アンチよ来い、アンチよ。やべ、アンチよ来い、アンチよ来い。いや、あえたののアンチに来ちゃうからこれ。やめて、だいぶビート刻んでる人がいる。結構酔ってますね。結構酔ってますね。酔いましたね。俺シラフなんだけど。ずっと炭酸水でしょ。炭酸水、俺炭酸水だから飯食うときは炭酸水好きだよ。いいっすね。雨、雪降ってる。やばいな、いや結構降ってんな。すげえ寒いよ。全然カメラ回せねえじゃん。ってことで、じゃあラーメン食いきましょうか。ラーメン行きましょう。ラーメン、え、どこのラーメン食いに行く。そこの、そこのつけ麺、このつけ麺、あ、それか。腹に入ればいいっすよ。結構そこのつけ麺美味しいっすよ。、ね、腹に入れば結構好きっす。行きます。大学の時よく行ってました。つけ麺にするか、そこの横浜系の家系のラーメン。あ、つけ麺にしましょう。はい、つけ麺。家系ラーメンでじゃあつけ麺行ってきます。マジっすか。はい。デブじゃないっすか。発言が、考えがデブ。もう発言が、考えがデブ。じゃあ食えるもんは食っとかんと。じゃあ今からラーメン行ってきます。行きます。行きましょう。行ってきます。ドゥーデュー。はい、結局日高屋に来ました。そうですね。いや、つけ麺屋がちょっと開いてなかったんでね。そうですね。いや、まあしょうがないですよ。しょうがない、しょうがないですよ。まあ食いたくて日高屋来てますからね。そうね、食いたくて来たんですよ、はい、何言ってんすか。いや、俺じゃない、俺じゃない。あ、丸目さん、ごめん、ちょっと全然聞いちゃいけない。集中してるから。頭に雪積もって頭に雪積もってますよ。結構今真剣なやり取りしてるな。いや、今からゆうたろうさんが何を食べるんですか。僕は唐揚げ定食。あ、デブデブマジで。大盛りですよ。大盛り。僕はピリ辛豚骨ラーメンの。でもご飯半分食ってください。あ、全然全然。もう全然もうデブカツなんで今。お布団なきゃいけないって。また言われますよ。アンチに言われますよ、また。なんで。アンチ。痩せる気ないんですか。いつ痩せんだ。まあ、痩せた姿を見たいっていうのもね。ありますけど。これメイン大丈夫ですか。メインですか。メインですか。サブちゃんレベルな感じですけど今。確かに。企画でもないですしね。今来たんで。あ、すみません。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。YouTube の飲み会、ありがとうございます。どうですか。画面映えすごいですよ。本当ですか。いい感じですか。もう二方も。僕なんてもう、あ、僕が一番画面映えがすごい。これサブちゃんじゃないですか、これ。これメインじゃないですよね。確かに。これサブちゃん的な感じですか。僕メインであげたい、これ。わかんないです、僕はどこの判断で。僕も判断もう今バグってるんで、この辺の感覚がバグってるんで、もう今のうちにもうこれあげちゃうメインで。感覚がバグってるんで今大丈夫です。バグってる間に色濃いっすね。そうですね、結構濃いっすよ、飲みました。美味しいっす。結構濃い、濃いっすね。結構濃いっすね、これ。結構濃い、オンナミンシーみたいな色して。そう、でも意外といい味。得っすかね、これ。濃いね、これ。でもこのくらい濃い方がいいっすね。濃いね、これ。このくらい濃い方がいい。まあ、ウイスキーの味がするぐらいやね。さっきと言うだから色違いますから。全然違うんだよ、ほんとに。でも手ぶれがすごい笑って。このくらい濃い方がいい。ちょっと待ちましょう、一回。そう。はい、どうも、秋山ペイソンです。いや、こっち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 。ちょっと、いただきますね、じゃあ。いただきます。食レポ。でかい。使いやすい。マジで行こうとしちゃった。マジで行こうとしちゃった。いいんすか、食レポしていいんすか。結構お前の匂いか。すげえうまそう。すごいですね。大丈夫そう。飯テロだ、飯テロ。でもこっから僕のアレンジがまた始まるんですよ。マジっすか。僕やっぱこれいつでも食ってるから。いつも食ってるんで。からまたラー油をね。ラー油をかけて。カツマみたいな食い方しますね。いや、僕もうタイと日本のハーフなんで。かけすぎじゃないですか今。大丈夫。辛いもんが大好きなんですよ。大丈夫ですか。もう辛いもんが大好きなんですよ。はい。あれ来たんじゃないですか。アマルメさんのこれに対してアマルメさんの頼んだの見ます。なんすか。はい、ドーン。少な。大皿に3個。チワワ、チワワのぐらいの可愛い感じが、可愛い感じがするよね。チワワも多分お腹いっぱいにならない。チワワのご飯かな、これ。チワワのご飯。深夜飯、そう、深夜飯。深夜飯、深夜飯。飯テロ動画。うん、太る道しかねえ。見てください、続いて。この鮮やかなスープに、この鮮やかな唐揚げの光。鮮やかな。鮮やかって使えばいいってもんじゃないだろうけど。鮮やかなこのおしんこ的なものに鮮やかなご飯。に、この鮮やかなペイソン。ドーン。飯テロですね、これはもう。これさ、食うと。
そこの期間の中華屋行きたくなかった。行きたいですね。あ、行ったんですよね。美味しかったですね。ですね。僕も食っていいですか、じゃあこれ。はい。じゃあいただきます。はい、唐揚げいただきます。あ、これ。いや、熱いって。うまい。いや、絶対うまいですもん。揚げたてですもん、絶対。うん。ちなみに、鍋食った後ですよ。で、これこれをハイボールで流し込むって。流し込む。流し込む。一番いい。あー、いい飲みっぷり。おー、いい飲みっぷり。あ、全然飲んでねえな。うめ。うめ。もう目が眠そうっすよ。ですか。いや、そう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 、ちゃんと食べちゃう。危ない危ない。人の水飲もうとしてた、ごめん。ちょっとやめろ。ごめん。カメラ回ってないところでボケてる人がいる。ごめん。人の水飲もうとして、すいません、間に合えちゃった。泥棒。酔っ払いたの。食べましょう、食べましょう。はい、これもちろん深夜にあげるんですよね。これ深夜に、深夜にあげて、お腹を空かせた。うん。あのハイボールとかまってる、かまってる。炭水化物の鬼だね。ほんとですね、さっきに続いて。さっき麺食ってましたよね。麺余裕で食ってましたね。しそこはちょっとね、映ってないんで。映ってないところで。これ2ヶ月後にあげるんで。うん。全然食える。全然いけますね。まだ若いってことだな。今日温泉行ったんですけど、あゆ太郎さんと僕の体型のうり二つでした。やめてくださいよ。違いますからね。僕がなんかコメントなんでね、横向いたらキューピーちゃんみたいなねって言われたんですけど、うん、あゆ太郎さんも横向いたらキューピーちゃんだから。カットカット。これ腕相撲勝負してない。いや、そうだ、確かにやんなきゃ。あとで3人ちょうどトーナメント戦しましょうよ。トーナメント戦。これだと腕相撲決定戦。キューピー腕相撲ですか。キューピーですか。キューピー。いや、キューピーですよ、だいぶ。キューピーじゃないじゃん。でも出てはなくなった。出てはないです。出てはないけど、ちょっと出てないけどキューピーなんですか。キューピーです。で、ベイさん出てるじゃないですか。僕出てます。余裕で。ただ、あゆ太郎さんに関してはかわいいパーカーで、パーカーで隠してる。だ、僕のオレンジのいつものあの汚いやつ着てください。汚い。自分で言っちゃってんじゃん。言われんだもん、自分で。汚いとか洗ってないとか。洗ってんのに。ギントもあげますよ、だから。早速さ、さっきジーンズの帰り合いの電車で上が濡れてたから上脱いで、お前からもらったやつ着たもん。でも役に立ってよかった。あったっけみたいな。役に立ってよかった。ありがとうね。すげえ助かったよ。風回避できたらお前のおかげだと思う。でも白いやつは去年の日本リーグのやつで、黒いやつは今年の日本リーグのやつですから。日本リーグのやつ。はい、これガチっす。これはいいプレミアだわ。今日あゆ太郎さんち行って、え、それいいっすねっつったら、これは天海さんにあげるやつです。あ、そうなんだ。根に持ってました。アマルメにあげた。覚えてます。覚えてます、覚えてます。これはアマルメさんにあげてたんで、これは違ういらないやつをペースにあげました。お世話になってるんで。そうね、それはそうですよ。それはなんてね、1日2日あっただけの YouTuber。 そんなことないです。そんなの大層なものをあげるわけないね。ありがとう。今後ね、そんな覚えてた。ありがとうね、そういうやりとりが。いや、めっちゃ可愛い後輩だと思いますよ、本当に。僕だってあゆ太郎さんの後輩だったらめっちゃ可愛いなと思いますよ。あれ、確かに言いましたね。言いましたよね。後輩だった。それいいなと思って、確かに言ってました。そうそう。それを仕方として。あ、これ天海さんにあげるやつなんで。あ、そうなんだ。覚えてらっしゃった。いや、もちろんもちろん。絶対どっかで言ってやろうと思って。ここで来たか。面白い。ごめんね、ペイトンさん。これ言うかね。それはもう言うでしょ、そんなもん。もう食わんすか。ウイスキー。え、そしてペイトンさん、飯食うんすか。いや、もちろん。ダイソンって呼ばれてるんで。
ダイソン、YouTuber のダイソン。そうなんだ、すごい、うまそう、うまそう、飯テロ、飯テロ。まあもうこれ飯テロでも何物でもない。すごいですね、日本の美味しいところに勝つだろ。このラーメンでご飯やば、高校以来やってないっすよ。すごい、絶対動画だから今無理してる。動画だから来ない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 、頑張ってください、頑張ってください。動画だから絶対無理してる。うわ、うまそう、うまいよ、うまいよ。で、アマルフェさんはもう食べ終わってるという。うまかったよ、餃子3個だから。餃子3個しか食ってない。チワワ、チワワ。まあ確かにね、まあ全然あれですよ、俺そんな動いてないから今日。いやいやいや、まあ、動いたけど言うてますよ、動きましたよ。でも俺最近太ったんだよな。はい、じゃあ食べ終わりました。お疲れ様です。完食、完食。綺麗に食べましたね。いや、もうご飯もいただき、僕の半分のご飯食べましたね。あなたさんは、テイションさんは収益に引っかかる可能性がある。いや、引っかからないから、もう俺が個人的に収益渡す。あ、じゃあ分かりました。月2万円のお値段高いな。月2万円もらう側だろうね。どうもありがとうございました。僕は申し訳ないけど、そこまでなんか餃子3個という。いや、いいカロリーですけどね。おじいちゃん、いや、マジおじいちゃん。そこでだって僕、アマラメさんとの年の差感じましたもん。かたや餃子3個に、かたやラーメンとご飯ですか。そうです、大盛りですしね。大盛り。じゃあ動画締めますか。この動画がいいと思ったらグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。